時の流れから取り残されたみたい。足を踏み入れる者など誰もいない。きっとあの日のままなんだ。調べてみよう。これは。なんてこと。トルガル？クライブ。あいつは、あいつは真実を握ってる。追うんだ。どこへ行った？隠れる場所なんて。くそ、また消えたってのか。砦だと聞いていたけど、まるで神殿のようね。ああ、君はここは初めてだったな。この場所は門なんだ。門？この遺跡は巨大な門になっていて、フェニックスのドミナントにしか開けない。だからフェニックスゲート。それじゃあ、あの日ジョシュアはここで。ああ、この扉の向こうにある典型の間で儀式をするはずだった。あなたも一緒に？いや、ここから先は禁足地だ。ドミナントしか入れない。ジョシュアが儀式を執り行う間、俺たちはここで祈りを捧げて待つんだ。しかし奴はどこへ？この扉の向こう。まさか、フェニックスはもういないんだぞ。フェニックスの祝福。クライブ。ああ、行こう。あれはさっきと同じ仕掛けか。
どこの遺跡も朽ちているのに、こんなにも形が残ったままだなんて。こんなところに通じてたなんて。それだけじゃないわ。この遺跡自体がまだ動いているのよ。Who?
わからない。とにかく先へ進んでみよう。ジョシュアはいつもこんなところを。いや、そんな話は聞いたことがない。ここは招かれざる者の道なんだろう。また動いた。一体どこへ。侵入者を出迎える罠か。あるいはあの男はここまで来たんだろうか。それを知るにも、もっと奥に進んでみるしかないわね。
今度は何なの？
こんなにも巨大な異物が襲いかかってくるだなんて。遺跡荒らしと思われてるんだろう。俺たちは侵入者だ。だとしたら奴は。ジル、あれを。あれは何かの壁画かしら。近くまで行ってみよう。
いるなって。ここにも出るか。遺跡の仕掛けなのか。何か意味があるのかしら。これを渡れってことか。そのようね。
クライブ、これって。いつの時代のものかしら。ずいぶん古いけど。さあ、俺も初めて見る。中央にいるのは神様ってとこか。ならここが典型の間。火の召喚獣のドミナント、それとも、やめろ。ダメだ。やめろ。すまない、ジョシュア。守ってやれなくて。ジョシュアは死んだ。俺が殺した。そうやって言葉にすることで、どこかで他人事のように。この事実を受け入れてしまえば、思い出まで消えてしまいそうで怖かった。俺は自分から逃げていたんだ。お前は受け入れられるのか。ああ、簡単なことじゃないが、やらなきゃならない。真実を知ることがジョシュアへのせめてもの償いだから。
自分を受け入れて前へ進む。Thank you.
るほど、まだ足りないって言いたいのか。心配か。大丈夫、逃げたりしないさ。そうだな、一緒に行こう。受け入れろ過去、自分の全てを。前へ進むと決めたんだ。
It's not your world, but sorry. クライブ？どうしたの？ジル。なんでもない。大丈夫だ。もう逃げはしない。ここに奴はいないようだ。一旦外へ出よう。クライブ、どこか具合でも悪いの？さっきから少し変よ。君にどう伝えようか考えてた。俺は自分が火のドミナントだと分かってからも、その事実から逃げ続けていた。だけどここへ来て、ようやく受け入れることができたよ。フェニックスゲートを焼き尽くし、ジョシアを殺した火の召喚獣、あれは間違いなく俺だった。クライブ。いや、それだけじゃない。君やみんなの人生を狂わせた。この罪は償わなければならない。だけど知りたいんだ。なぜ火の召喚獣が2体もいるのか。なぜそれが俺に宿ったのか。そして消えたローブ姿の男、奴が何者か。真実が知りたい。俺が生かされた意味がそこにあるように思う。ええ、探しましょう。二人で。私も真実を知りたい。償うのはそれからだって遅くないわ。強いな、ジルは。君にはいつも励まされる。どんなに苦しくても、まっすぐに前だけを見て。昔から変わってない。いいえ、私は変わったわ。あの頃のままではいられない。そんなこと決して許されない。でもね、だからこそ分かり合える。ありがとう、ジル。まずい。このままでは奴に。
せる。誰だ、誰が一体こんなことをしやがったんだ。ウォールドの使いによれば、シドの一味の仕業とのことで。おとなしくしていたから見逃してやったものを、よくもあのネズミざまめが探し出せ、苦しめて苦しめて苦しませ続けて、奴らを一匹残らず首に殺してやる。誰一人として逃がすな。行け行け、ただちに。これからどうするの？まずはイーストプールへ向かう。あの村のベアラーやマードック夫人のことを話さないと。彼らをシドのところで保護できればそれが一番なんだが。頼れるつてってところね。